はい、コツメ先生です。今回は、秘境について解説してくださいというコメントがありましたので、秘境について動画を作ったで。秘境って何やろうね。東洋医学では、消化器全般を指して、体の気結全部を作る重要な場所なんやで。まあ、言うてみたら、小宇宙と言うてもいいかもしれんな。意は良き言うて、 熱の多いところやから赤火が弱ると黄色っぽく肌がなってくることから黄色で印しとくわな本題からそれるけど火と共に重要なのが人人は先天の木って言うて生まれてから死ぬまでのエネルギーを人が蓄えてるというふうに考えられてるんや。イはももとと温度が高いし 動けば動くほどまた熱を持つやろ。せやから、火は適度に胃に、心液という水を与えて熱を持ちすぎないようにしてるんやな。火は胃に命令して気血を作らせてるんやけどな。これを工天の木言うんやで、工天の木によって先天の木が不足しないように常にフォローしてるんやな。 だから火は新液という水をたくさん必要とするから常に人から供給されてるんやでこれを総国の関係というんやけど水が増えすぎないように土で抑えてるというふうに考えることもあるんやでだから火が弱るとむくんだりするということもあるというわけやな火で作られたエネルギーはどこへ行くのかというと 上昇に持ち上げるエネルギーとして変わるんやな。この力を小生という風に呼んでるんやで、この関係を創生の関係というてな、火からエネルギーが肺に来ることで肺は初めて自分の仕事ができるんやな。臓器の一番上の肺が雨を降らすように一番下の陣へ水を送ることで人は働けるんやな。 火の働きは上昇やったけども胃の働きは逆に加工する、えー、食べ物のカスなんかを尿や便で出してしまうという高託の働きを担ってるんや胃が冷えると下痢しやすいし胃に過剰に熱を持ってしまうと便秘の原因になったりするんやでじゃあ火の働きが弱くなって気結水が 全身に行き届かなくなるとどうなるかっていうことを話していくわなこの働きのことを運化というふうに呼んでるんやで飲食の過不足座り仕事思考を使いすぎる手足を動かしすぎるなどによって日が弱ると運化という働きが低下するんやなすると腹部膨慢感 腹なり、下痢、消化不良、食欲不振なんかが起こってきて、結果、体重が減少したり、血色が悪くなったり、むくみなんかが起こってくるんやで。当たり前やけど、血管から血液って普通漏れへんやろ。それは火の凍結作用によるもので、火の働きが低下して、凍結作用がなくなると、 血便が出たり、鼻血が出たり、内出血、皮下出血を起こしたり、子宮出血、また月経過というようなことが起こってくるんやで。その結果、立ちくらみとか、筋肉が引きつるとか、あと目がかすむっていうような、そんな症状が起こってくるんやで。 そのような人はどのような行動をとるか言うたら、やたら甘いものが欲しくなるんやな。このように、火は精神にも影響を及ぼすんやで、意というものを増してて、この意とは何か言うたら、思い考えるということ意がしっかりしてれば、アイデアを生み出したり、そのおかげで何かを作り出そうという意欲が湧いてくる。もし、 火という働きが弱って意を保持できないと考えがまとまらなくなったり記憶力が悪くなったりしてその結果何もする気が起こらないというような状態になったりするんやでそしてそして意識高い系マダムに朗報やで火は気血水を作った後と肌肉に送り込んで張りのある肉体 重力に反するる体を作ってくれるんやでそれが火の働きが低下して気血水が肌肉に届かなかったらどうなるか言うたら締まりのない軟弱なものになって重力に逆らえずまぶた頬胸お尻なんかが下に下水してしまうなまた四死末端にも送り込んでいてあちょっと邪魔やな うんしよいしょ。はい。えー、指先を器用に動かすためには、四死末端に気結が届かないとできないで、火の働きが低下すると、気血が末端に行き届かなくなるので、指先が思うように動かせないとか、握力が出ないとか、腕や足がだるくなるみたいな、 球速が,が遅いピッチャーやキック力が弱いサッカーをやってる子どもたちは火が弱いんかもしれへんでちょっとまとめてみるわな火は社長さんであって「い」という従業員を使ってるんやな、まあ、そこに「えー、受注」まあ飲食やな「飲食」やな飲食が「い」に入ってくることでマンパワーにより商品を 大量に作る。それが、期欠となって、まあ、お金やね、会社で言えば、それが、会社の規模を拡大できるということになってくるな。従業員にもたくさん給料を始めるで。余計に分からないになったかな分からない方は、ぜひコメントください。さて、最後に改善方法ですが、えー、まず、食用上としては、 盆菜類をしっかり取りましょうパンとかコーヒーではダメですよそして水分の摂りすぎに気をつけましょう同じ意味合いですけれど胃を冷やさないようにせなかな次に日常での注意点やけどまあ秘境の方は大体何かを考えているっていうことが多いから 考えすぎなないいっていうことが大切やなそれと座りっぱなしもあかんよタクシーの運転手さんは結構卑怯多いでそれと漢方薬は人参を含む処方を長く飲むと体質改善されていくで日本人はもともと飛距民族と言われてて胃腸が弱いんやアメリカ人が食べてるような食べ物を食べると ものすごい胃腸に負担あるでじゃあ皆さん今日学んだことを気をつけて明日から生かしていきましょう最後までご覧いただきありがとうございますコツメチャンネルでは定期的に動画をアップし毎週他では聞けないオリジナルの情報をお届けいたしますぜひチャンネル登録をお願いしますそれではあなたの元気をコツメ先生は応援しています今日も元気に。 明日も健やかに。ありがとうございました。